番組モンブラン。質問コーナー。1560年代、農民は飢えに苦しんでいた。耐えかねた農民は集団を形成し、幕府へとある文面を投じた。質問。これは質問に答えてほしい人間と質問に答えるべくして答える人間の知力と戦略がぶつかり合う激しい殺し合いである。勝てば天国、負ければ地獄の激闘サバイバルである。ヤングスキニー。ヤングスキーの名前の由来。初めて出会った日に初めてスタジオ入って、その壁に貼ってあったポスターにヤングスキーって貼ってあった。楽器を始めたきっかけは誕生日に買ってもらった。やってみなかったから。道端に落ちてたから。モテそうだったから。マジで今の出会いの SNS で改造したい都道府県。これ一致するセットはない。せーの、北海道。一番思い出に残っているライブ。マジ、あ、そうだ。地方大大阪。文化した方がいいかな。ダンスキで一番好きな曲はバタフリーが終わって、番組の夢や目標はロックインジャパンフェスティバルに出たいです。一番楽しいと思う瞬間は歌手は実体験ですか。ロクテダンスの攻略法。なんか好きなものがある。ないです。映画とか見る。見ます。映画見る。見ます。何が好き。アニメ見ます。パチンコ行かなかった。学生時代の部活。バスケ。バスケ。野球。みんなで一緒に行きたいところ。沖縄。いやいやいや、スノーボード。いや、いいです。スノーボードはいいです。思い出の曲は。クリーパイプのリークガイ。ワンオクロックのカイム。バンコブチキンのカルマ。ティーピストンズプラスキムシでつながり。小さい頃の将来の夢は何ですか。小さい頃どこ、ね、どこかね、目にした小学生。俺が聞いていい、うん、じゃあ幼稚園。幼稚園かよ。幼稚園。じゃあ小学校だろ。そう。じゃあ小学校選んでいいよって言ったのにめっちゃ困る。じゃあちょっと読み直して、うん、あ、なんとかの頃中学校の頃の将来お前何これ何マジでこれ今年絶対叶えたいね。今日ロックインジャパンフェスティバルに出たいです。献血して身長、血液型、生年月日。あと出身地も行ってみたら。出身地献血行ってみたら献血行ってみたら。はい、生年月日。2002年3月2日。2001年7月2日。2000年9月2日。おー、みんな違う年が。出身地東京。埼玉。東京。東京。それでも何かあるんじゃないかって、そんな明日に期待して、東京。東京。おかしいなと思ったよ。びっくりしたよ。危な。